101歳の阪神ファン発見される。こちらすでに貼られた画像、101歳のおばあちゃん、スクイズでもすりゃ1点入るのにとのことです。鍋常が恐れた女子、来日したベーブルース見てそう。同年代で生きてる選手おるんやろか。100歳以上の中日ファンも探してほしい。標準的阪神ファンの味方やん。満塁でサトテルにスクイズさせようとする野球にはか、フォースアウトも知らなさそう。球団設立時からのファンやん。貴重すぎるやろ、阪神の歴史全部見てるやん。ちなこのおばあちゃんはファン歴10年やん。見てたけど引くほど口悪くて草やったわ。後ろのトラッキー1985年に買うたらしいで。このぐらいになると18年前とか最近なんやろな。101歳でスクイズ知ってるのすごい。阪神ファンって年代問わずこんな感じなんやな。いやもっと他に聞くことあるやろ、大阪タイガース1年目からのファンやぞ。ノイジー叩いてそうやな。ノイジーゲッツーの時の映像はカットされてるらしいな。それはもう放送できん用語で罵倒してたやろな。ちなみにこのおばあちゃんは阪神ファンになったのここ15年らしいで。ご視聴ありがとうございました。